まあ、それにしてもね、まあ自民党っていうかね、まあ岸田首相とか、えー、麻生さんまでが、まあ増税発言ばっかりしてるっていうのはね、まあ昨日の動きであったんですけども、まあだからこそやっぱりその野党がですね、まあ統一地方選、まあ4月にある統一地方選に向けて、まあ自民党から議席をですね、まあ取れるチャンス、 え、なんじゃないのかなっていうのを思うんで、まあ、野党には僕は頑張ってほしいなっていうふうに、あのー、思ってるとか、今、まあ、今も思ってるんですけども、ただやっぱりその、あの、僕は頑張ってほしい野党っていうのはやっぱ維新以外のね、やっぱ野党って言っていいと思うんですけど、あの、もうこれ聞いてる方もね、まあ、そういう人が多いんちゃうのかなっていうの思うんですけど、ただやっぱり立憲民主党の動きっていうのがですね、まあ、なんか僕の知らん間にというか、 なんとなく、えー、まあ、チェックしてたぐらいなんですけども、いや、だんだんおかしくなってるんちゃうのかなっていうのが、まあここ最近の動き、ここ、えー、2、3日の動きですかね。うん、まあそれはまああのー、 立憲民主党の泉健太代表がですね、まあ、野木神社ですか、ええー、になんか初詣したっていうのがあって、まあ、そこでもですね、やっぱりその、ええー、なんか軍国主義に傾倒するのかみたいな批判があったりとかして、まあ、まあ、ただやっぱりその政治家っていうかね、まあ、あの、まあ、初詣神社にお参りしたりとかね、神社に行ったりとかっていうのもある、あるから、まあ、そこまでっていうふうには、あの、 僕はちょっと思ってたりしたんですけども、ただやっぱりその、従来の立民支持層、 からもですね、やっぱその、あの、乃木神社ですかね、なんか初詣に行ったっていうのも、やっぱすごく反発があるみたいでね、いや、僕はもうそれも当然だと思うんですよ。ただ、政治家っていうのは、いろんなお祭りとかね、なんか行ったりとかするんで、まあそういうのもあんのかなっていうね、まあわざわざそういう、えー、行ったっていうのは写真を載っけたんでしょうかね。まあそこにも僕はちょっと引っかかるもんがありましたけども、まあそこへ来てですね、まあこれ、 この間の日曜日ですかね、2日前の日曜日の NHK の、えー、なんか番組でって書いてある、これ、日曜討論か何かなんでしょうかね、よう分かんないですけど、そのえー、日曜討論ですね、NHK の日曜討論で、立憲民主党の泉健太代表が、ですねこの維新と、身、えー、を切る改革で維新と連携するという発言をしたと。 いうことがですね、まあ、今、その従来の立憲民主党支持者から、もうすごく反発があるっていうのが、まあ、これ、フラッシュですかね、えー、ネットの方に載ってると、ネットのフラッシュで、こういうのが載ってるっていうことでですね、いや、もうそれはそうだろうっていうね、あのいや、まあ、そもそも維新の身を切る改革っていうのは何なのかっていうね。 あの自分の身を切ってる改革なのか、他人の身を切ってる改革なのかっていうね。いや、僕はやっぱ後者のね、やっぱ他人の身を切ってる改革にしか見えないなっていうのが、まあ大阪にっててもですね、まあ大阪の僕だけじゃなくて、大阪にね、えー、いる方たちの、まあ、反応っていうのがですね、まあそれがお い,いなとやっぱり維新の改革をよくね、とか、それがやっぱ火事の問題であったりとかですね、まああらゆる、あらゆるとかいろんなね、あの、維新の、あの、不祥事っていうのがですね、まあ大阪だけじゃないですけど、兵庫とかもね、まあそうですけども、すごくやっぱり、 やっぱりその維新の身を切る改革っていうのは何年っていうね、何なんやっていうのがすごくあると思うんですけども、その身を切る改革言うてる維新とですねこの泉健太代表がですね連携するっていうことに対して反発があるっていうのは、それは当然だなと、えー、いうことがね、あのー、本当になんか大丈夫なんかなと思いますね。で、まあ、まあ割とこ 県民主党のね、まあその、何ていうんですか、こう、コアな支持層とかもそうですし、まあ支持してるかなという感じの、あの、まあタレントの方とかもですね、まあツイッターに、えー まあ、言うたら、名前言うたらね、まあ、俳優になるんですから、まあ、僕はタレントさんだと思うんですけど、まあ、キッチュさんですよね。えキッチュさんか泉さんはトロイの木馬なのでしょうと、こんな人物を代表に選んだ時に、立憲は終了していますというふうに、まあ、ツイッターで書いたというふうに、まあ、フラッシュではですね、書いてるんですけども、それはもう、このキッチュさんね、松尾隆さんだけじゃなくて、これみんなそう思うと思うんですよね。特にやっぱ大阪にいてる立 県民主党支持層なんかはですね、まあ本当に、あのこの間のね衆院選ではですね、えー、衆院選ですよね、まあ、辻元清美さんが、まあ、維新の、えー、候補にね、まあ、選挙区で負けて、まあ、比例復活。 比例不可じゃない。比例不可図もできなくて、この間の去年の参院選でやっと当選したっていうね、経緯があったわけですよね。まあそれだけ辻元清美さんが維新に、まあ、逃げ湯を飲まされた形になったっていうね。えー、去年の参院選は、えー、辻元清美さんはですね、比例の方で出たから、あの、いけたと。 いうのが当選したというのがあったと思うんですけど、まあそれが今、維新に押されてるっていうのもあって、まあ、辻元清美さんもですねこれから立て直そうみたいな感じ、えー、やったと思うんですけども、本当こんな、こなその立憲民主党の今の代表がね、泉さんみたいな人にずっとやらしとったら、ですね本当、4月にもね大阪は統一地方選があるんですけども、いや、さらに立憲 立憲民主党、特に大阪の立憲民主党なんかですね、かなり危ないんちゃうのかなっていうね、で、僕はまあ立憲民主党には頑張ってほしいというか、ですね、やっぱり大阪の立憲民主党の議員、ね、国会議員だったり、地方議員だったりは、ですね、やっぱりその維新政治的なものをやっぱり、ノーっていうことで、まあ、辻元清美さんだってそうだと思うんでもう一も、維新的な政治。 維新政治についてノーっていう感じのスタンスでやってこられたのに、それを、まあ、この代表の泉さんがですね維新と連携するっていうことをね言ってしまうと、ですね、まあ、立つせがないというか、ですね本当、統一地方選に大きな影響あるんちゃうのかなっていう気がしてしまうと。 ま、これ選挙協力までするかどうかっていうのは、あのー、まあ、維新の方が立憲民主党と,との選挙協力は嫌だとかで言ってたりとかするんで、まあ、そこまではわかんないですけども、ただ泉、 代表がですね、もうこういうことを言うっていうことは、例えばね、ま、あの、4月に大阪府知事選もあって、この間、えー、共産党だった、ね、辰巳幸太郎さんがね、無所属で出馬すると。まあ、いうことなんで、この辺のね、まあ、立憲民主党の対応っていうのは、どういうふうになるのかなと、独自候補を出したりとかですね、えー、そういうのあんのかな、 っていうのもちょっと気になってたんですけども、ただ立憲民主党の泉代表がですね、まあ、ここまでリップサービスをして、維新との、えー、連携をね、身を切る改革を用意しょしてですね、連携をしたいみたいなことを言ってるということになればですね、大阪府知事選とかでも、まあ、候補立てないんだろうなっていう、まあ、感じがすると。じゃあ、わかりませんけども、ただやっぱね、この、 ま、去年の参院選でも辻元清美さんに対して、辻元清美さんとかね、大阪の選挙区の、あの、候補に対して、まあ、東京のね、立憲民主の菅直人さんが応援に来たりとかしたと。それはやっぱ維新がカジノを進めようとしてるから、そういうことについてはですね、反対だっていうことで、まあ、辻元清美さんを、まあ、中心に応援しに来たんですよね、菅直人さんがね。だからそこへもですね、やっぱその、 そこで、こう、代表がこんなことを言ってると、ま、カンナオトさんとかも、どう思ってはんのかなっていうのは気になりますね。辻元清美さんとかもそうですけど、まあ、ただして代表の泉さんに対して、えー、辻元清美さんとかですね、まあ、蓮舫さんなんかはですね、割と批判的なコメントってのをツイッターで書いてたような気するんですよね。まあ、去年の話なんですけども、いや、 今どうなんやっていうね。やっぱ今こそね、やっぱりこの泉さんをやっぱ代表としてどうなのかっていうのを改めて問わないといけないんじゃないのかなっていうね。まあ、この間なんかね、小沢一郎さんまでがですね、泉さんについて政権取る気あんのかみたいなね。まあ、そうい劇というかですね、批判をしてはったんですよね。 ま、小沢さんっていうのは立憲民主党の代表選で泉さんをね、まあ、あの、担いだというか、泉さんを、えー、応援してた方なんですけども、その小沢さんですら今の泉さんに批判的であるということを考えるとですね、僕はやっぱり立憲民主党がやっぱり、もう一回ちょっと立ち止まって考えないと、で、これはもう僕はね、やっぱり、あの、 泉さん以外の方っていうのは、あの、まともな方っていうのはね、多いと思ってるんで、いや、頑張ってほしいと、いや、思ってるんですけども、ただ、泉さんがこんなことばっかり言ってたら、いや、本当に、なんていうんですか、こう、立憲民主党自体をぶっ壊すみたいなね、で立憲民主党の票をどんどん減らしまくるんちゃうのかなと、いや、参院選も500万票ぐらい比例票が減ったっていうのがね、 ありましたから、まあ、実際にまあ実害というか、ですね、まあ、そういうのが出てるわけですよね、大きな影響っていうのが、それをね、やっぱりちょっと僕はびっくりしたというか、やっぱ考え直してほしいなというか、立憲民主党の支持層ね、ね立憲サポーターとか、まあ、いろんな人たちが、ね、応援してはると思うんですけども、まあ、このことについては、ですねやっぱり感化できないという人が、 まあ多いのかなっていうのがこのフラッシュの記事から見てもわかるかなと。まあ岐阜にね、なんか立憲民主を離党して岐阜から岐阜の県議選に出るなんかあの女性の方をね、泉さんは批判してましたけども、 それはもう党の配信行為だと、応援してくださった多くの党員サポーターズ、講演者の皆様に申し訳ない気持ち、こういう行為は許されないと非難したということなんですけども、ね、しかもこれは配信行為であるというふうに、あの、岐阜自民党からね、岐阜県議に出る人について批判してましたけども、いや、それと同じぐらいのことを泉さんが僕はやってないですかっていうのはね、 本当に思うと、うん、まあ、共産党なんかね、あの、あの、立憲民主党と共闘したいというのはずっと言ってたんですが、最近そういうことも言わなくなりましたからね、こう、立憲民主党との共闘みたいなね。 野党共闘っていうこと自体も、やっぱりそのあんまり共産党も言わなくなってきたというやっぱそれはやっぱり立憲民主党がね、泉代表によってですね、まあ変質してきてるという、まあ維新に近づいていくっていうね、も、ま、う、あ、これ自分の選挙区が共闘だったと思うんですよ、泉さんというのはね。で、京都ではまあ維新がだん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 こう、あの、勢力っていうかね、まあ増して、票も多く取ってるっていうのもあって、 自分の選挙のことを考えてる、考えてこういうことを言ってんのかな、みたいなね。自分の身がかいからこんなことを言ってんのかなっていうぐらい、なんかすごくおかしいというかですね。やっぱり特にやっぱり立憲民主の大阪へは、 の影響って大きいんじゃないのかなと。で、愛知なんかでも、愛知県なんかでもね、愛知県は立憲民主党強いんですけども、まあ、そこに、まあ、維新もですね、まあ、どんどん立てていくみたいなね、あったりとかして、えー、河村隆さんとね、減税日本との、とはもう、あの、もとを分かってですね、候補立てていくと。そういうことを考えれば、まあ、愛知だって、 影響徐々に出てくるんちゃうのかなっていうのを思うんでね、本当これ立憲民主党の支持者の方、本当よく考えてほしいなっていうかね、このままでいいのかなっていう風うに思いましたね。チャンネル登録よろしくね。